仏像南伝大蔵京都、僧、二僧、プッタモントンとは、ナコンパトム県、プッタモントン郡にある公園及び施設である。プッタモントンという名前が示す通りマンダラのような対称性を持つデザインで、面積は広大である。各種仏教行事に使われる。公園内には、政府の仏教局や仏教的な会議を行う会議場がある。建設の経緯は、 1957年が、タイの物歴2500年祭であったため、1955年、時の首相プレークピブーンソンクラームが2500来の用地を買収し、建設を開始した。当初は、1957年のウィッサーカーブチャーに合わせ開園する予定であった。しかし、内政問題などにより建設などは遅れ、1976年に開園することになった。 公園の目玉は、世界最高の高さを誇る仏像で、15.8メートルを誇るという。この仏像のデザインは、神秘らしいによって行われ、ラーマ旧世によって、プラシーサーカヤーテイスサパーラヤンパタンプッタモントン、スタッサナーと名付けられた。中心付近には、生老病死を表す像が立ち、菩提樹が植えられている。特筆すべきは、南伝大が編纂され、 寺院の礼拝堂にそのすべてが1418枚の大理石の板に書かれていることである。ありがとうございます。